ラオスからサバイディノブチャンネルです、さ今日2本目の動画です。先ほど1本目でお話ししました通り、今日はですねタイトルコールが取れませんでした、それなんでまあちょっとむさ苦しいおっさんがタイトルコールをやらせていただきました、それでですね今回はですねラオスのイリオンとフード病についてちょっとお話しします。ラオスは医療、まあね、旅行ラオスに旅行に来る方もあと移住先にラオスを選ぼうかなと思っている方にとっても医療のレベルっていうのはすごく気になると思うんですね。で医療レベルはねラオスの医療レベルははっきり低いです。ラオス人もタイですとかベトナムに行って治療を受けますね。それぐらい医療レベルが高くありません。で前にですねここに住んでる住み始めたばっかりの日本人とツーリングに出かけたことがあるんですけども、でどうですかね、出発して1時間半2時間ぐらいに走ったところでですね転倒しまして、で膝を切っちゃったことがあるんですね。で膝切って近くに病院がもう本当に病院どこにあるのっていうふうな田舎でこけちゃいまして、で、まあ、なんとか病院、まあ、転倒したところの、周囲の住民がですねこれは大変だって言って病院までバイクの後ろに乗っけて彼を、運んでくれたんですけども、で僕も後ろは来ないなと思って U ターンしましたら彼のバイクがこけてて、でまだ住民たちがバイクを囲んであれこれ言ってるんですよ。であれにここに乗ってた運転してた人はって言ったら病院に行ったって言って、でこれ大変だって言って僕でどっちにあんのって、いや道来た道を戻る方向だったんですけど、で戻ってきましたらポツンとちっちゃな敷地は広いんですけどあらかたグラウンドみたいな感じだったんですよ。でグラウンドの奥にちっちゃい建物がポツンって立ってるところがありまして、どうやらそこらしいんですね。でそこの、まあ、入っていきましたら彼がいるんですね。で彼とその運んできてくれたラオス人がいまして、でお医者さんがいないんですね。お医者さんいないどうしたのって言ったら、お医者さん普段ここ詰めてないから今連絡して来てもらっているって言ったんですよ。で お医者さんがしばらくして来ました。で、あこれはあれだねっつって、だいぶ深いねって縫わないといけないねっていう話になりまして、でまあ縫うしかない、まあ、それ縫わなきゃいけないねって、で縫い始めるんですけれども、準備始めたら針と糸と、まあ、消毒とですね、で脱脂綿とか出すんですけど、注射がないんですね。注射がないんで、お医者さんに痛み止めは打たないのって言ったら、痛み止めはないよって言うんですね。で痛み止めないんでこれ縫うんでしょ、ね、うん、そう痛み止め打たないで縫うのじゃあ、うん、そう言われまして、驚きました。で、まあ、その本人にですね、どうする縫う、でそれともバンビーまで帰るって言ったら、いやもうここで縫いますって言うんですね。で、じゃあもう本人がいいって言ってるから縫ってくださいとお医者さんにお願いしましてですね、彼は結局な6針ぐらいですかね、痛み止めなしで縫ってました。昔シルベスタローンがランボーの中でスタローンが自分の負傷した腕をですね麻酔なしでこう縫うシーンがあって、ものすごくうわすげえって思ったんですけど、もうその、シーンがまさに目の前でライブで生ランボーを出たんですよ。
確かにですね、僕もここからここまでですね、12針かな、縫ったことがあるんですね、ラオスで。で、この時に、ね、結構深く切っちゃいまして、ね、で、まあ、ここの部分の肉がですね、ベロリンと剥がれたんです。で、剥がれた状態で病院に行きまして、で、もう病院、もう医者、お医者さんと、あと看護師さんですね、まず僕の傷を見て、おーいって驚くんですよ。まあ、怪我しても、ね、アドレナリンが出てるからあんな痛くないですよね。おーいって驚くなって言いながら。で、まあ、その時は麻酔打ってもらったんですけど、こっち側に2、3箇所麻酔打ったんですね。で、縫い始めますって言って縫われたんですけど、こっち、針通るときはどうでも、そうでもないんですけど、このベロリンって剥がれたところのこっち側ですね、手のひらの肉をですね、針が入ると痛いんですよ。痛いってなって、で、ごめん、お医者さん、こっち痛いんだけど、こっちにも麻酔してくんないって言われて、お願いしましたら、もう一本麻酔するのって。もう1000円かかるんだけどって言われて、まあ、1000円って10万キップなんですけど、当時のレートは大体1万キップが100円だったんで、で 10万キップが1000円ですね。でもう女も10万が20万でもいいから、もう痛いよりこっちにも麻酔打ってって言って、で、まあ、こっちにも麻酔打ってもらいまして、それで12針かな縫ったんですけど、でどうやらラオス人はですね、毛が縫ったりするのは麻酔を使わないらしいです。で、あとですね、歯はですね、基本ラオスの公共の病院ですねの歯科はですね、すぐ抜きます。もう治療しないで抜いちゃうらしいです。で、抜くときにですね、これもまたですね、やっぱ10万キップっていうのはまあ、ラオスの中ではちっちゃくない金額なんですね。なんで麻酔打たないで歯をこうバーッと抜く、もう拷問みたいですね。拷問みたいになりますけども、歯をこう麻酔なしに抜くラオス人も多いらしいですね。まあ、これはたまげました。で、だけどあれですね、まあ、ビエンチャンのですね、クリニックって言われる、私立の病院ですね。で、私立の病院なんかは、なかなか、医療レベルも高くてですね、まあ、その分、お値段も高いですけれども、まあ、歯科、もし、ラオスで、歯が痛くなったら、ビエンチャンの、クリニックに行ってください。クリニックおすすめですね。で、高ければ高いほど、腕はいいと思う、思っていいと思います。で、まあ、うちのね、パートナーがですね、歯があまり強くないんで、ちょこちょこ、ビエンチャンのクリニックお世話になってるんですけども、まあまあ、日本の日本で治療するよりは、安いらしいですね。もう全部実費なんですけども、ね、実費でも、100% 負担ですね。それでも日本の保険を適用させた金額ぐらいで治療できるようなことになってますか。で、まあ彼女をですね、実は、初入院がラオスなんですね。盲腸になったことがありまして、盲腸で、バンディエンの病院で切りました。その時はですね、まあまあ外国人なんで、IBA じゃなくて個室になりますね。VIP 個室に、2日か3日入院したんですけど、ね、まあ、これも入院期間短いですよね。2日入院しまして、入院費はですね、1泊8万キップでした。エアコンついてましたね。だけどベッドはストレッチャーでした。
で、物騒だから、寝るときは内鍵かけてって言ってましたね、看護婦さんが。看護師さんが。で、ラオスの病院はですね、病院食ありません。全部、入院してる患者さんの家族なり友人なんかがですね、外から食事を買って差し入れなきゃダメですね。入院しても食事は提供されないんで、注意してください。で、まあ、そこで無事バンビエン の VIP 個室を退院しまして、で日常生活を送ったんですけど、今度これフード病ですね。フード病、ラオスはですね、蚊が多いんですね。蚊が多くて、デング熱っていうのが、年がら年中、デングが発生します。で、あの年もですね、もう数年前なんですけども、かなりラオス全土で、デング熱が大流行してたんですね。で、まあ、まんまと彼女は、デングに感染しまして、で、発症したんですね。で、発症して、僕も2000年ですね。2000年の初海外旅行の時に、バンコクでデングかかりまして、1週間ぐらい寝込んだことがあるんですね。で、その時は、なんですかね、もう言葉も喋れないんで、体調不良を人に伝えることもできなかったんで、もうただ宿で寝てました。もう死ぬのかなとか思いながら、大丈夫かなとか、これで命を落としちゃうのって、まあ、不安に駆られながら寝てたんですけども、デング熱はあれ治療法がないんですね。なんでもう要は、栄養価の高いものだと水分の補給をして、あとはもう1週間ぐらい寝るしかないんですね。安静治療ですね。で、そのデングだからって、僕のパートナーにどうするって言ったら、病院に行きたい、不安だからって。まあ、じゃあ行くって、たまたまいいタイミングで、リエちゃんから知人が遊びに来てたんですね。なんで、その知人がビエンちゃん帰るのに、車に同乗させてもらいまして、で、ビエンちゃんに向かいました。で、ラオベトクリニックっていうクリニックがあるんですね。で、ビエンちゃんでも、まあ、比較的富裕層の人たちが利用する病院なんですけど、そこに入院しました。そこでもやっぱり当然、VIP 個室ですね。で、そこの、入院費用はですね、1泊15万キップだったのかな。バンビエンの倍ちょいですね。倍ちょいするんですけど、クオリティは驚くほど高かったですね。付き添い人形にソファーベッドがありまして、まあ、昼間はソファーでこうガタガタってやると、ベッドになるやつですね。あれがあって、僕はそこで寝てました。で、あと、なんですかね、テレビも、衛星放送の NHK が見られるテレビがついてまして、で当時大流行してた連続テレビドラマですか、朝のアマちゃん、あれの総集編かなんかやってて、僕は彼女を入院付き添いながらアマちゃんずっと見てました。で、まあ入院する、まあ病気なり怪我なり、ラオスで体調不良の時は、ビエンちゃんに行くのが一番ですね。これは本当に痛感します。で、ビエンちゃんですね、その、ラオベトクリニックもまあ悪くないんですけれども、一応大使館、日本の在ラオ、日本大使館、領事館のですね、おすすめはですね、二つ、フレンチクリニックっていうのがあります。で、フレンチクリニックっていうのは、確か日本人のおじさんが詰めてるという噂を聞きました。けど、これ任期がいっぱいになると帰国されるんで、今状況は変わっていくんですけど、一応フレンチクリニックですね。あとですね、アライアンスインターナショナルメディカルクリニックっていうの、空港の近くなんですけども、ホンダのバイクのディーラーの脇にあるんで、通称ホンダクリニックとも言われてます。で、その2つがですね、一応在ラオ日本大使館領事館のおすすめするビエンちゃんの医療施設ですね。で、ここ以外だとですね、あと骨折すると150病院、ロイハーシッ
そういうハーシップティアン、ティアンというのは、1床2床、あのベッドの感じですね。150床病院というのがあるんですけど、そこが骨折なんか、あの交通事故に巻き込まれたりすると、大体ここに担ぎ込まれますね。で、あとですね、もう、ラオス国内でどうしようもないっていうと、あのことになりましたら、まず、ノンカイですね、メコン川の対岸、対岸の、タイの東北の町なんですけど、ノンカイに、ワッタナ病院っていうのがあります。これ、シーツの病院なんですけど、そこが、まあ、一番近いですね。だけど、そこはあんまり、まあ、ラオスと、どっこいらしいんですね。で、もう一つ内陸に入ってるところに次の町にウドンタニっていうのがあるんですけど、ウドンタニにはですね、エークウドン、あとバンコクホスピタル、で、もう一個さっき農会にあったワッタナ病院の、ウドンタニにもあるんですね。で、この三つが推奨されてますね。で、まあまあもし病院が必要になったら、まずはビエンチャンで、ビエンチャンでダメな時は、タイに行くような段取りを頭に入れておくといいと思います。で、このこれだけ医療レベルが低いラオスなんですけれども、じゃあどうやって病気なんかに対応すればいいのっていう時に、こういった薬があるんですね。で、僕はちょっと呼吸器系が弱くてですね、喘息発作みたいなのが出るんですね。で、まあ、ね、強い発作が出ると、これ、吸引器ですね、吸引器で、気管を拡張させる、気管拡張剤ですね、サルビタモルですか、サルビタモル。で、これがですね、5万切符、今のレートで言ったら550円から600円弱ですね、で、購入できます。これ、処方箋いりません。で、あと、これは、サルタモルですね。急性 の強い発作じゃないときは、このサルタモルを飲んで、まあ、ちょっと、発作が出るような時期があるじゃないですか。そういうときは、これを飲んで、発作出ないように抑えたりします。で、これはですね、これ1シート2シートハート10粒ですね、10粒入って1シートがですね、だいたい5000から1万キープ、これその薬局によって、全然値段違います。で、僕が今使ってる薬局はですね、すごく安いところなんですよ。で、これに関しては大量消費、まあ、最近はそうでもないですけど、昔発作ひどかったんで、これ、ワンケース買いました。一箱買いましたらですね、ワンシート2000キップですね。2000キップだから、これで、22円、30円弱ですか。30円弱で、これ、10錠ですね。10錠ワンシート。これが、購入できました。で、あとですね、もう一つ、炎症。ね、炎症が起こったりするときに、痛み止めだったり、消炎剤っていうんですかね。そして、ボルタナックですか？ボルタナック。これを僕は、ボルタナックですね。ボルタナック。で、これを、服用してます。で、これはですね、やっぱり10錠ワンシートで、今5000キップですね。5000キップで購入してます。で、5000キップなんで55円から60円弱ですね。で、これぐらいの、安い値段で、薬は購入できるんで、ラオス、少し、まあ、持病がある方で、その症状を抑えるのに必要な薬なんかを、把握してる方でしたら、その、ジェネリックなんですけども、その薬の名前を、薬局で伝えると、まあ、びっくりするぐらい安い金額で、こういった市販薬、これ本当はなんかね、日本だとあれいるみたいですね、診断書がいる、診断書、処方箋だ、処方箋ですね、処方箋が必
要なものだと思われるんですけども、あの処方箋ですとこういうのは普通にパッと言って変えていくと、その辺は心配ありません。そんな感じですね。まあどうしても医療レベルは高くないんで、ラオスにいらっしゃる時にはですね、十分体調を整えてですね、無理しないで、暑さ対策なんかもしっかりしていらしてください。そうすればより一層より一層ラオスの滞在を楽しく過ごせると思います。今日はこのところで、あとですね、バイク動画、昨日アップしたバイク動画なんですけども、あれ、今日話した、知人がですね、面白いと、評価してくれまして、これも、ルーティンにしようと思います。で、大体僕毎日このカフェに来るので、で、カフェから、ビール飲みに行くまでの、道のりをですね、ずっと撮ってきます。で、その中に映り込むですね、ラオスの街並みで、これからあれですね、この疫病が収まっていって、この街が復活していく様ですね、閉まってる店がオープンしたり、で、開いてた店が、潰れちゃって、また別の店に業態変わったりとか、そういったものが観測できると思うんで、でこれは毎日撮って、で加工もしません。加工もせずに、そのままバンと流しちゃいます。で、それを見ながら季節感なんかも感じていただければと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。